はウェイトですか、体重。いや同じなんですけど、丸くなったっていうかスタミナがすごいついて。あ、違う筋肉なんですか、じゃあ、はい、スタミナ、持久力の筋肉と。はい、あの辻選手のところに練習行ったことでいろいろまた筋トレとかも、今までしてなかったんですけど筋トレもするようにして、一回大きくして、はいはい、そこから落としていったらもう全然切れてないですよね。びっくりしました。でもパワーアップはしてるんですよ。いわゆるそれが少しずつ総合格闘家の体になってきているっていうことかもしれないですね。そうですね。この筋肉をうまく使いこなせるかみたいな、まあ、まさにその心技体なんでしょうね。それのバランスが一番良くなった時が一番強くなってる時なんでしょうね、はい、さあ戦い始まりました。まず最初に組みついてきます。まずパンチ一つ出して組みついてきたのが一号。ああ、ここは自ら引き込んできます。ちょっとこの時は結構自然に動けたんですけどね、突っ込んでくるとあんまり思っていなかったので、打撃で来ると。そうですね、まあ、最初のなんだろう、あんまりちゃんと煽りを見ていなかったんですけど、いろんなところの話聞いてるともうボクシングで絶対来るだろうと思っていて、はあはあ、しっかりこうスススッとこう周りに潰すように組みついてきました。さあ下から三角締め、はあ、さあこれいい形入っています。回復してどうでした？もう手応えというか、ね、肘も多分この時点で靭帯は切れていたと思うんですよ。そうですか、はい、あ、金バサミ踏みついてきます。しかしここ逆に腕を取ります。ちょっと浅いか、ちょっと焦っちゃいましたね、動きが大きくなっちゃって、ここまで寝技の展開に行くって頭がなかったっていうのが私の落ち度ですよね。でもここまでその自然に対応したっていう話ありましたね今、はい、それはやっぱり考えてじゃない部分ですか、見えてきて。やっぱ自然に動けるようになってきてる部分っていうのがすごくあるんですけど、うん、それでもここでやっぱり寝技つけるなとかいう声が聞こえ始めた時に変に冷静になって、いやどうしようと、自分も足換ちょっとやっているんで、足換行っちゃおうかなとか思ったんですけど、下手に行ってこれ取られてもちょっと嫌だなとか、中途半端な動きになりすぎちゃってますよね。うん、ちょっと打撃の数自体は少ないですもんね。そうですね、やっぱ組んでこられた時にもう組み返そうか、突き放して打撃でいこうかっていう迷いがもう全てに出てしまっているので、うん、もう回転も遅いですし、あ、そうですか、自分的には評価が低い試合になってしまいましたね。ミドルキックに対してパンチも放ってきます。アッパーでいったのが渡辺選手。ここは膝を入れていきます。あ、ここ肘ちょっと今決めるようにしながら引き込んできました。一号、ここもやっぱりまだちょっとどうしようか、グラウンドで思い切って勝負しようか離れようかっていうのもまだ揺れてるところですか。そうですね、だあの行くんだったら行くで、うん、しっかりたあのすぐ次の動きにつなげて行くかじゃないんだあれば、うん、あんな簡単に引き込まれたらちょっと、はい、やっぱ先生方も怒られるような感じなのでなさあ飛び込んでいきます。後ろも一つ出しました。松本さんどう映りますかここまで。そうですね、今いや渡辺選手のお話を聞きながらだとちょっと耳下が、ね、そうですね、と思いますね。あ、そういうことかって。さあここまた仮挟みの形です。まあ、こうカウンターでバチンとくるような形ではないんですが、結果グラウンドに引っ込んで足に絡んでくるのが1号。結構こうやってあの足換をあの選手狙ってきますので、はい、ですけどその、まあ、左腕さっき振っちゃってるっていうふうにおっしゃってたので、そうすると、はい、あもうこういうふうにあの決められてても効いてないわけですよね。渡辺選手力がどうしても入っていないので、なのでそこで油断してる部分というか、で寝技もいけるしどうしようという、今までだったら寝技は絶対嫌だったんで意地でも逃げてっていうのをしてたんですけど、寝技に行ってもちょっと余裕が出てきている部分があの悪く出てしまっているというか、全く足を使えなくなっているんで、この時は私もフットワークが、いちご選手もうまく私の穴をこう見つけて練習してきたなって感じはしますよね、うん、これはきっと本当にこうすごくスカウティングしてこういう風に対渡辺戦こういこうっていう感じは分かりますよね。こうもう渡辺足弱いからみたいなでもね、ここまでこう集大を晒してしまったんでね、もう次の試合までにはもう完璧にしてきますよ私本当にもう渡辺選手はそうですね、その試合で強くなるっていうのが分かりますね。おっしゃって自分の弱点っていうのは自分が一番よく分かってるんで、
それを見せちゃったからにはもう絶対徹底的にやっていかないと次も狙われてくる部分だと思うんで。そう考えるといちご選手もあれなんですよね、試合前に、まあ、打撃でとかボクシング練習をこういっぱい見せてるわけですけども、こう あれも作戦の一つだったのかなっていう。あ、ボクシングやってるよ打ってくるよっていうのの裏を書いてみたいな。そうですよね、だからもうこの試合見てもちょっと本当びっくりしますよね、うん、またこのスライディングとかそんなカニバサミってやれって言ったって急にできるものじゃないから、もう対策を本当に持ってきましたね。最後取ります。さあ腕十字に行きたいところですが、今度は逆に残る時間が少ないグラウンド、結構あれですね、うまく入られてますね。そうですね、すごい動いてきますからね、久保選手のあの運動量というか動いてくるのにちょっと戸惑ってましたね。うん、ご自身の戦い自体はこの時気持ちはどうだったんですか。もうペース握られちゃったんで、やっぱり寝技にほら来ると思っていなかったと思って、ペースがもう全部いちご選手の方になってたと思うんですけど、もう自分のペースで行こうと思ってリズムを取り直しておこうと思って足を使い始めてという2ラウンドですね。まあ、先ほどの赤の選手じゃないですけど、自分のこう強い部分、変えれる部分に今戻ったというところです。はい、切り替えができていったっていうのはすごい自分の中でプラスになりましたね。ここは距離を取って、まあ、画面左奥には、あっと今顔面を思いっきり捉えました。ショートフックですね。そのまま崩れていきます、イチゴ。あ、もう完全に意識も失いました。渡辺選手、これは完全にもう、感覚あってですか、よし、あ、ありましたね。やっぱ、イチゴ選手が前に出てきてくれたからの、KO だと思うんですけど、でも、まあ、いいところをすごい捉えた感じはすごいあって、まさにお話ししてたこう2ラウンドになったらこう戦い方ちょっと変えようとか、まあ、強い部分戻そうとしたところだからこそ前に出てきたイチゴだし、はい、そこに合わせてる右のフック顔面捉えました。本当にカウンターですよね。イチゴ選手の前に出てくる気持ちがなければなかった勝利だと思いますし、松本さんすごい衝撃的な、言葉を失っちゃいますね。女子の格闘技でここまでの KO